にちは、ブラックパレードの良平です。今回も始まりました BP ブログ、本日は FXLRS のエピソードになるんですけども、アメリカからでかい荷物が届いたので本日はそちらを開封していきたいと思います。はい、というわけでですね、アメリカからですね、このかなり大きい箱が届きまして、で僕もねストーリーちょっと上げてたんですけども、スピードマーチャントから荷物が届きました。おそらく日本で初のこの高額商品なんですけれども、こちらをね FXLRS に使いたいので今日はこちらを開けていきたいと思います。でまあもう一件ねこれと一緒に使う部品が入ってきているので、それもご紹介していきたいと思いますので、早速まだ未開封なので開けていきたいと思います。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。かなり大きい箱なので結構待ったんですよ。これもどれぐらい待ったの、多分年末ぐらいには確か頼んでたんじゃないかな、おそらくだった気がします。かなり大きいやつですね。で多分正式にまあ売られてるのかどうかわかんないんですけど、ホームページにはね多分載ってないんですよね。なので一応まあ直接スピードマーチャントに問い合わせをして、オーダーした感じですね。じゃあまあまだ何もないですね。かなり丁寧に梱包されてます。多分この辺は、お、見えてきました。どんどん出していきます。まあなんとなく察するかと思いますが、おーし、こちらです。まあちょっと一旦横に置いといて、まだ付属が多分あるはずなんで、あれ、これだけかな。あ、ここにありました、こちらです。まあこれを見ればね大体何かっていうのが分かると思うんですけども、今回頼んだのはスピードマーチャントのアルミのスイングアームです。はい、じゃあちょっと片付けて、あのいくつつご紹介していきたいと思います。はい、というわけで開封したのがこちらになるんですけれども、すごくないですか、ビレットのスイングアーム、アルミスイングアームですね、スピードマーチャントので、結構多分ソフテール、新型のソフテールが出た時割と早い段階でスピードマーチャントこのスイングアーム作って、自分のところのねデモ車につけてたやつが、まあ、いつからか分かんないんですけど、あの製品版として一応リリースされたので、でまあ問い合わせをしたら販売できるよっていうことだったので、まあ、今回はね FXLRS にこのスイングアームを取り付けすることになりました。でやっぱりそのソフテールのねこの三角のスイングアームっていうのが純正の、まあ、やっぱりソフテールでリジット風な感じで、まあ、まあかっこよくはないのかなっていうところもあるんですけれども、大体ねトラックのスイングアームとかもそうなんですけども、まあ、国産のねスイングアームのように、まあ、ここにサスが
取り付けられるんですけれども、まあ、L 字の、ね、タイプが今は主流になってきてるんじゃないかな。そうすることによって、まあ、ここのフレームがなくなるんで、そのソフテールっぽさ、そのリジットフレームっぽさはなくなるので、また違った印象になってかっこいいんじゃないかなと思っております。でやっぱりね、ビレットのこうブロックから削り出しのスイングアームなんで、こう内側とかは結構かなり肉抜きされていて、軽量化も一応されていて、でまあ、こう何ピースなんだろう、何ピースかでまあ一応溶接されて、パーツは溶接されたりとかしているの でボルト止めされつつ溶接もされているので、かなり丈夫いんじゃないかなと思います。で、まあ、これ一応ローカラーで来てるんで、まあ、おそらくこれは黒く塗っちゃうと思います。パウダーコートなりセラコートなりで塗って、まあ、あんまり、ね、こう浮き出ないようにしようかなと思ってますので、これはかなり楽しみです。でこれに、まあ、付属品としてですね、一応これがついてきます。で、まあ、アクセルシャフトと、まあ、これがブロックと、リアのキャリパーの、ブラケットなんですけども、まあ、僕のダイナでもお話ししたんですけれども、まあ、リアは正直そんなにキャリパー変える必要ないっていうか、まあ、ラジアルにあんまりしたくないんですけども、まあ、これがね付属でついてくるのがラジアルのキャリパー用のブラケットしかなくて、まあしょうがないかなっていうところもあって、まあどれだけ効くのかをちょっと試してみたいところではあるんですけども、まあラジアルキャリパーつけて、まあこれがまあそれを固定するためのリンクがついてます。まあこの辺も全部ローカラーなんで、まあこの辺とかはねいいんですけど、この辺とかはセラコートかけるなりなんなりして黒に統一したいかなと思います。でキャリパーも多分これ108ピッチなんで、まあ、GSXR とかなんかのラジアルキャリパーをちょっとチョイスしようかなとは思っております。はい。でスイングアームは以上なんですけれども、同時にこちらバングキングからも荷物が届きまして、こちらですね、チェーンドライブのコンバージョンキット、まあ、バラで売ってるやつなんですけども、これはまあ向こうに聞いてどれとどれを買えばいいっていうのを聞いて、あとチェーンをね、あの強度表が出るやつにすれば構造変更できちっと公認の車検が取れますので、まあそこまできちっとやろうということで、これはフロントのプリですね。でハブスペーサーとリアのスプロケットで、リアのスプロケットはこれも僕のダイナと同じでスチール製鉄になっているので、アルミだとやっぱりもう多分すぐ削れて刃が折れたり多分するかもしれないので、ここは間違いない鉄にしてあります。で、バングキングはだいたいみんな3丁ぐらい上げて、まあ、もうちょっとトルク重視にするよっていうことを言ってて、まあそうですね、だから下側のトルクがちょっと出るのかなっていう感じに、まあ、最高速とかちょっと落ちますけども、まあ、そこまでね、変わらないと思うのでちょっと大きいものにしてあります。なので、まあ、あとはねチェーンだけ、強度が出る多分サンダンさんかどっかのやつを使うと思うんですけども、それを使ってチェーン感も同時にやっていきたいと思います。はい。で、まあ、これとは別件なんですけれども、まあ、日本でねアクティブさんっていう会社がありまして、まあ、そちらがねグライドっていう、まあ、ハーレー用のこう軽量ホイール、アルミの、ホイールを作ってる会社さんが、まあ、愛知県にあるんですけれども、今回はねちょっとそちらの会社さんと、まあ、コラボしてというか、先日ローライダー S をちょっとね1週間、まあ、数日間寸法を取るために、アクティブさんの方に1回車両を持ってきました。でそこでまあちょっとハブのね幅とかをそういうのを全部寸法してもらって、ローライダー S もしくは、ローライダー、まあ、あの新型のねソフテール用のグライドのホイールを開発していただくことになりました。これはかなりね皆さん待ってる方多いんじゃないかと思うんですけれども、でサイズはちょっとまだねアクティブさんといろいろ話し進めていくんですけれども、一応予定としては、まあ、通常のラインナップですね19、16がまあ純正のサイズなんで、まあ、それのグライドの軽いホイールと、まあ、ダイナとかが17なんで17の180が入るホイールも多分作るんじゃないかなと思ってるんですけれども、それに加えて18、19、今回僕らの僕が借りてる、ね、ローライレースに関してはこのスイングアームとチェーンドライブキット、そしてフロント19のリア18で行こうと思ってます。でリア18だと、ロードグライドスペシャルとか前回お借りしたやつが18の18かの、やつで、タイヤもねなんか見てたら結構あったので、じゃあ18にしましょうかっていうことで、リア18で結構またあのイメージが変わると思うんで、リアのやぼったさがちょっとなくなってかなりすっきりした感じになると思うんで、それは非常に楽しみかなと思ってます。まあね、フロントは19のまんま、僕の中でなんかフロントは19のまんまっていうのが、まあハーレーでやるんだったら大前提であるので、まあ、フロントはそのまんまのサイズになるんですけれども、リアが18になるのでまたイメージがねかなりガラッと変わって軽快さが増すんじゃないかなと思ってます。今日届いたばっかなんで、こちらのまあパウダーコート出したりとか、まあ一回ね実際はめてみて、もしかしたら
つかない場合もあるかもしれないので、まあ、その辺はね、そうなった場合はまあスペースは作ったりとかっていうのはなってくると思うんですけども、まあ、その辺も様子見てやっていきたいと思いますが、ちょっとねどのタイミングで仕上がるか分かんないんですけども、とりあえずもしかしたらスイングアームとチェーンキットを取り付けで、その後にホイールができてからホイール交換っていう流れに多分なると思いますので、またねちょっとずつ小出しにしていくかなと思うんですけれども、楽しみにしていてください。はい、というわけで今回はアメリカから取れたスピードマーチャントのアルミのスイングアームとバンキングのチェーンキットをご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。